こんにちは、鹿の間です。ちょっとね、いつもとは違う場所で撮影してて見慣れない方いると思うんですけど、本日はお仕事でね、一泊だけなんですが東京に来ております。ということで一泊だけなので、このでかいリュックのね、中身を紹介していきたいと思います。どうでもいいとか言わないでくださいね。いろいろ決まったこともあるので、それも一気に紹介していきたいと思います。ありがたいことにですね、私福岡在住じゃないですか。でも仕事があるのって、まあ東京とかが多かったりして、結構ね最近東京行くことが多いんですよ。あと韓国とかでもね、お仕事が最近あったりするので韓国に行ったり、なので今週の前半は韓国に行って一泊福岡に帰ってきて、そこからもうすぐ東京に来たので、お家で動画が撮れないわけですよ。でホテルで動画何撮ろうと思っていろいろ考えた結果、バッグの中身になりました。結構最近の動画緩いんですけど、私ね皆様にお礼を言えてなかったので、ちょっと本日この動画で皆様にお礼を言いたいと思います。今はなんと17万人の方々にチャンネルを登録していただいておりまして、私21年間生きてて、まあ今まで部活だったりバイトだったり趣味だったり長く続かなかったんですよ。なのでずっと親にはお前は中途半端だっていっぱい言われてて、自覚はしておりました。なので YouTube も絶対続かないと思ってたんですけど、もう17万人も見てくれる方々がいて、情報発信の楽しさも知ったし、この1年でかなり成長することができました。本当にいつも見ていただいてる方々ありがとうございます。やっとお礼が言えました。足が痛い。そして年内に叶えたい YouTube の目標があるので、ここに残しておきます。来年は2020年じゃないですか。とてもキリがいいんですよ。なので YouTube のチャンネル登録者数も20万人突破したくて、今まで通り、まあ週に2回ね頻度動画をアップしていくつもりなんですけど、今まで以上に動画の企画をねちゃんと考えて、構成を考えて、皆さんが求めてる動画をね出していきたいなと思います。そしてね、その20万人突破したら、サブチャンネルを始めようと思います。始めようと思いますというか、もうチャンネルは出来上がってるので、一応概要欄に URL 貼っておきますね。そしてそのサブチャンネルの名前が決まったので、今公開したいと思います。サブチャンネル名はデレレレレレレッシカ道楽になりました。シカ道楽です。漢字3文字なので覚えやすいかと思うんですけど、何それって思う方いると思います。なんでカニ道楽じゃなくて、なんでシカ道楽なのか、まあいろいろねハテナが浮かんでると思うんですけど、私がサブチャンネル作りたかったのは、映画紹介だったり大好きなアイドルだったり、まあ趣味の宝塚だったり、まあね趣味がめちゃくちゃ多くて、それを動画にしたいなと思ってサブチャンネルを開くことにしました。この鹿の間では美容関連のものしか載せないので、趣味とね美容は別に分けていこうと思います。だから趣味のね類語というか、まあ趣味の別の言葉を探してたら、道楽って言葉を見つけて、おこれ鹿と合わせたらいいんじゃねと思って、鹿と道楽を合体させて鹿道楽になりました。いかがですか？私的にめちゃくちゃいいチャンネル名が決まったと思うんですけど、まあ慣れない方もいると思うんですけど、いっぱいね鹿道楽鹿道楽鹿道楽って聞き慣れて覚えてください。そしてお次ですね、あのチャンネル登録者数が15万人突破したら、ファンネームを決めようと思っておりまして、インスタグラムのストーリーでファンネームを募集したんですね。その中でも一番多かったものを選びました。ファンネームは鹿の子に決定いたしました。いろいろね、鹿民鹿に民って書くとかいろいろあったんですけど、一番鹿の子が多かったです。で鹿の子は決定したんですけど、鹿の子と同じぐらい私が惹かれたファンネームっていうものがございまして、まあ4位ぐらいかな、結構ねこれ書いてる人いたんですけど、鹿組というものに惹かれました。でそのね鹿の子と鹿組どっちにしようかわーって事務所のね人と一緒に悩んでたら、事務所の人が、じゃあその鹿の子が、まあ、イベントとかオフ会とかで集まったら、それを鹿組って呼んだらいいんじゃないって言われて、あなるほどと思って、なので鹿の子が集まったら鹿組になるということになりました。理解できましたかね？まあとりあえず私が伝えたかったのはこんな感じでございます。とりあえず今からバッグの中身紹介するんですけど、今日ですねここ泊まってるのホテルなんですけど、めっちゃ可愛くないですか？私の大好きな星野リゾートに泊まっております。東京の大塚にある星野リゾートなんですけど、初めて来た。普通に一泊するのに普通のホテルよりほんと気持ちちょい高ぐらい、
で最近ねもう疲れてたんでいいホテル取ろうと思って星野リゾートにしました。なのでこのバッグの中身紹介終わった後にちょっとねホテルというかこの部屋のルームツアーをしようと思うので、まあゆっくりね暇つぶしとして見ていただけたら嬉しいです。これハーシェルとカウズのコラボのリュックなんですけど可愛くないですか？あんま目立つリュック持ちたくないんですけど、この遠目から見たら真っ黒だけど近づいたらカウズっていうね、おしゃれですよね。まあ一泊だけなんですが何が入ってるかをね紹介していきたいと思います。多分みんな今日アイライン濃いと思ったやろ。今日ホワイトのライン引いてみた。でも濃くなっちゃってさ、なんかやばいね、いろいろやばい。もう2時なんだ夜中の。それではまず何が入ってるか一番上から撮っていきましょう。はい、いつも入ってますねこれは。どこで買ったわやな、前も聞かれたんですけど思い出せなくて、オリーブヤングかセリアかインキューブだと思います。多分この3つのどれか。あとサイズ聞かれるけど分かんないっす、こんぐらい。次はじゃじゃーん、コスメポーチです。汚いんでお見せできないんですけど、これはねセルボークを買った時についてきたポーチです。次じゃじゃん、ねえ本当に汚いね、どこのか知らんけど。イヤホンまあまあいい、普通にいいけどなんかこっちだけ重いけんいつもこうやって落ちてくる、あるあるじゃないこれ。あー恥ずかしい、これなんだこれ、ちょっと何の袋か分からんけど、もうバタバタだったんですよ韓国から帰ってきて、用意する時間なくて、この中にいろいろスキンケアとかパックを詰めてきました。これもポーチに入らなかったローラメルシエのハイライト、そしてカメラの充電器。そう、あとねあの1泊とか2泊とかもう化粧水するのめんどくさいんでいつもパックなんで、パックを朝も使うんで夜と朝用パック2つ。これはね VT のシカパック、鹿だ鹿、私鹿。この VT のシカシリーズ肌荒れとかに効くしベタベタしすぎないのでものすごく大好きです。次ほらねこういうとこ靴下が入ってました。そしてね次これもう塗らないと寝れないぐらい大事にしてるやっと買ったシカペアクリーム、シカペアクリームだけだね、ニキビ跡が消えるみたいなやつ。これなんかもうまだ消えてないんですよニキビ跡、ニキビ跡消えてないけどなんかね塗るとテンション上がる。最近ハマってるキュレルの保湿クリーム、謎のリップ2本、そしてほらねなんでこんなとこにあるんかな、ザラのいただいた部屋飾り。毎日のようにこのシカクリームを塗ってるけど治らない。次これすごいぞ、サロニアのなんたらなんたらなんたらかんたらのブラシ、アイロンブラシなの。これをコンセントに挿して、あ近くにコンセントねえや、普通にここで電源入れてここで温度調整してあとピッて数字が止まったら使えるよってなるんやけど、これしたらねストレートになるの、朝のボッサボサの髪もこうやってスーってゆっくりしたらストレートになるのさ。だから時間ない人は本当にこれ使った方がいい。いろいろアイロンブラシ探したんですけど一番安くていいのはこのサロニアでした。次は、はい、いつも通りいつも私がもう毎回紹介するけど大好きなシステム手帳で、財布の次ぐらいにマジで大事。はい次行ってみよう。次はですね財布、前も紹介したけどアングリッドの財布使ってます。普通にどこでも買えるネットで。で次がやばい、もうパンパン。この中にはまあ洗顔、バビメロのアイシャドウパレットやつやけど、最近買ったのがねこれステラか分からんけどハイライト買った。なんかねちょっとテスターの色とちょっと違うからあれって思ったけど、どうにか使いこなせるようになりたい。あと折り敷き、もう結構片付いてるんで崩れることないと思うんですけど、万が一ね明日撮影があるんで2
伝え幅が元に戻ったら嫌なので折り式一応持ってきております。まあこのポーチはこんな感じ。そして私のお気に入りの筆箱、かわいいでしょう猫ちゃん、どこのかわからんここのやつ、気になったらここ調べて。博多駅の阪急かどっかで買った。であとはさっきタクシーでお腹痛すぎてベルト外した。そしてパフュームオイルファクトリーの桜の香り、空港で久しぶりに再会した高校の友達にいい匂いするって言われた。嬉しい。この桜の匂いはね、あんまり好き嫌い分かれないと思う。あとは本、最近スペンサー・ジョンソンの本にハマってて、先月3冊読んだ。これフォロワーさんにいただいたんですよ、蒸気でホットアイマスク。これ私めちゃくちゃ大好きで箱ごといただいて毎日のようにつけてます。すぐなくなるんだよね。とりあえずこの大きいお部屋は紹介し終わった。あとはこの小部屋を紹介します。まず小部屋1つ目、そうだ、これ明日の動画でも紹介するんですけど、初めてキルカバーを買いました。知ってます？クリオのキルカバークッションファンデ知ってるか。今もつけてるんですけど、私初めて買って感動しました。これは崩れねえ。あ、またあったよ。これもいただいたザラの部屋飾り、部屋飾りっていう髪飾りか、なんだ部屋飾りって。そしてラスト、締めは赤からの飴です。この赤からのお口直しの飴をいただいたんですけど、ゴンちゃんに行ったんで食べれなくて、はい、残っておりました。それではちょっと片付けて、今からこの星野リゾートのお部屋のルームツアーをやっていきたいと思います。そして撮ってたこっち側がソファーなのか、まあベッドにもなるか、ベッドにもなるね。私はここに座って配信してました。でこっち側に戸棚があって、お布団とかなんか枕とかいろいろ入ってます。で下は何もない。でここにポットとかいろいろあって、これ冷蔵庫やか、あ冷蔵庫やんな。で金庫もあるよ。でこれなんやと思った方、階段なんです。そう、上があるのよ、上がある。ほれ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 、たらーん。ここにベッドが2つあります。まあ私は1人で寝るんですけどね。でこちら正面に鏡があります。はい、やっほー、さっきこうやってイエイって写真撮ってた。やっほー、いいね、今日のコーデみたいな感じで毎日ここで写真撮りたい。お、歯ブラシがこんなとこにある。お、ティッシュがこんなとこにある。お、なんかあるぞ、いろいろ。よく見たらいろいろここに引っかかってんだね。105年、やべえ、2時28分じゃん。寝なきゃ寝なきゃ。でこのスリッパトイレから持ってきたやつ見て、こんな感じでドライヤーさん飾ってあるよ。でここにね、もうちょっと汚すぎる、 iPhone 充電してる。でこのカラコン、このカラコンバリ可愛い。再来週ぐらいに動画載せるんで待っててください。でノースモーキングと今私が使ってるアイライナー、今日のアイメイクです。めっちゃ適当だけど、とりあえず白いライン引きたかったんで引いた。白いライン引いたらまつげも白くなっちゃって、この白いライン引いたよ。アイシャドウはミシャのやつ。お風呂があるの。うわ、ちゃんと入った、すげえ。なんか良さそうなシャンプーとかあるよ。こんな感じ、あ、鏡ないんだ。ここがティーレ、オープン。結構広々してるよ。でここにこのスリッパがあったんだけど履いてきちゃった。はい、今こんな感じで綺麗な癒しの星野リゾートに泊まっております。
はい、今日はこんな感じでものすごく緩い動画になっちゃったんですけど、いかがでしたでしょうか。今日はね、 YouTube の決まり事もいろいろ話せてよかったです。そして明日の動画もかなり緩くなるんですけど、韓国に行ったので、まあ、購入品とか使いながら Get Ready With Me というか、まあ、メイクとかもいろいろねやってみました。よかったら明日の動画も楽しみに待っていただけたら嬉しいです。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは明日の動画で会いましょう。バイバイ。